はい、こんにちは、重工部のフラッシュです。今日の陶芸のコーナーですが今日作っていただくものはね、これです。まあ、この季節には、ね、鯉のぼりですね。はい、これはうちの教室でもかなり人気がある作品なんですね。非常に簡単に作れるので、ぜひやってみたいと思います。はい、使う材料はですね、まあ、いつもの通りですが、まあ、これは鯉のぼりの大きさによってね、変えていただければいいんですけど、粘土は 400g、 400g の粘土をまず用意します。ちょっと作りながらご紹介しましょう。はい、じゃあそれでは作っていきましょう。まずね、この 400g の粘土からこれぐらいですかね。まあ、どれぐらいというわけじゃないですけど、まあ、これぐらい、どれぐらい、うずら卵ぐらいですかね。1個分ぐらいをこう粘土を取って避けておきます。これはこの尾びれ、背びれ、胸びれですね、になる部分になるということですね。はい、さあ、じゃあこれをですね、材料にして作っていきます。残りの材料でね、作っていきます。まあ、やることは非常に簡単、もう見た通りですので、ただお教えする方法としてね、こんな感じでお教えするといいですよということですね。もうさ、経験者の方は見ればこの通り作るだけですからね。そうじゃない未経験者の方に教える方法を、ね、私ご紹介しています。まずこんな形ですね。こんな筒状というか、まあ、棒状にしますということですね。そうしたら、まあ、どちらを口にするかを決めていただいて、口になる方ですね。口になる方に、まあ、こんな感じで指で穴を開けましょうと。こんな感じですね。指で穴を開ける。これ口になる部分ですね。はい、こんな感じです。この時にもうここが口になるんだよというイメージをね、伝えておいた方がいいです。ここが口になる部分ですよということでね、口になりますよということをお伝えいただければいいなと思います。そしてこれをですね、こう少しずつ引っ張っていきますよと、ね、注意したいのは、まあ、ちょっと可愛らしく作りたいので、あんまり長くならない方がいいです。長くするとね、鯉じゃなくてうなぎみたいになっちゃうので、ね、まあ、こんな感じで、そんな冗談も交えながらいきます。こういうふうにね、ちょっと尻尾を上げましょうかと。まあ、ひょっとすると私は名古屋ですから、馴染み深いですけど、金のシャチホコみたいなね、ちょっとシャチホコみたいなイメージですよということでね、ご紹介するといいかもしれません。はい、こんな形、だんだん形がね、出来上がっていきます。これ実物をこうやって実演しながらいくとね、おおと皆さん思うんですね。はい、まあ、経験者のことはわけないですけども、目の前でこうやって形が出来上がっていくのって、結構感動をされる方もいらっしゃいますからね。だからこんな形で、ね、尻尾をこう上げていってやると。はい、最後にね、ここに数字、今日例えば今年だったら2019という数字を、ね、入れたりしたいので、まあ、サインとかね、サインでもいいですよ、したいので、もう後ろはね、後ろの尻尾はね、こんな形でしておきます。こういうふうに平らにね、しておきます。どうでしょうか、こんな形ですね。で、必要に応じてこのお腹のところですね、肉抜きをしたいんですけど、まあ、これは後で持ち帰った後に肉抜きをしてもいいと思います。まあ、現場で肉抜きすると結構大変な作業だし、まあ、ご自分ではやれないと思いますから、ね、できないかもしれないので、肉抜きは後でね、こちら側というか先生側の方でね、まあ、されたらいいかなというふうに思います。はい、まあ、この辺のデザインもね、お好きなようにね、こんな形作られたらいかがでしょうかね。はい、まあ、尻尾がこう上がってる方がこう結構かっこよかったりしますよ。はい、正面から見るとこんな感じですね。はい、正面から見るとね、こんな感じですね。はい、そうしましたら、ここにですね、インカを使って、まあ、インカはね、こんなインカを使ってます。はい、こんなインカをね、使ってますけど、はい、こんなインカを使いまして、目をね、入れてやります。目はね、こんな感じで入れます。こういうふうにね、ギュッと。で、反対側にも同じように。はい、こんな感じでね、目がね、入りました。目をね、こういうふうに入れてやると。ですね。はい、目が入りましたら、今度はね、この、私このアイスクリームのスプーンみたいなのをこれ使ってやってますけど、これで鱗をね、ずっと入れていくんです。結構これが細かい作業になりますけど、ね、ここにこうずっと入れていきます。こういうふうにね。これもできるだけ目の前でこうやって見せてあげるといいですね。
こうやって入れていきますよということで、まあ特に決まりはないですけどもね、このヘラをうまく使いながら全身にね、全体にこう模様を入れていくと、こんな感じですね。どうでしょうか。ね、まあムラなく入れていただければいいかなと思います。ここはね、顔の方はしなくてもいいと思いますよ。で、そして、ここには尾びれですね。尾びれのところも、まあ、このヘラをうまく使ってですね。はい、尾びれも。こんな風に入れられてはいかがですか。もう一回入れてみます。はい。はい、こんな感じでできました。どうでしょうか。ね。はい、そして、これ反対側にも同様にやっていきます。両側ね。こちらにも同じようにね、どうでしょうか、出来上がりました。こんな感じですよ。はい、いいでしょう。はい、そうしましたらね、先ほど取った粘土を使って、まあ、これはうずら卵と言いましたけど、だいたい3等分にしていただくといいですね。3等分、こんな形で3つに分けていただきます、ね。まあ、だいたい3等分にしていただいたら、1つは背びれ、こんな風ですかね、背びれ。1つはね、こう背びれですね。そしてもう2つはここの胸びれをつける感じですね。はい、胸びれね、胸びれはこんな感じですね。で、こことここに反対側ですね、にこうつくという感じです。まあ、上から見るとこんな感じになりますかね。こんな感じですね。はい。で、これはまあ、コテンとこう倒れないように倒れ止めの効果もありますんでね、倒れ止めにもなりますから、まあ、こんな感じでつけてやります。そしてこのヒレですね、ヒレの部分は土塀をつけてね、傷をつけて土塀をつけて、はい、土塀って、まあ、粘土を溶いたものですね、を使ってこんな風に貼っつけておきます。これをギュッギュッとね、ギュッギュッとやっといてくださいねみたいなことを言いながらね、やるとご自分でギュッギュッとこう押さえておいていただきますよね。これは本当にちゃんと押さえておかないと持ち帰った時に壊れたりとかポロッと取れたりとかね、まあ、素焼きで外れたりとかいうことがあるので、ちょっとお気をつけくださいね。まあ、これはいつも通りです。はい、十分に土塀を使ってですね、バランスですね、バランスが、でこれでこう倒れ止めになるので、両側にうまくね安定してつけるようになるといいですよね。こんな感じです。どうですかね、こんな感じで出来上がってきました。で、そうですね、まあ、ここのヒレのところも、でこのヒレのところにもやはり先ほどのこれを使ってですね、模様をつけてやってもいいと思いますよ。こういうふうにね、まあ、これは好きなようにね、こういうものを上手に使って、こういうふうでもいいですしね。どうでしょうか、こういうふうに、ね、こういうふうに模様を入れられたらいかがですか。で、背びれも同様にね、背びれも同様に、どうでしょうか、これかわいいですよね、なかなか。はい、そして、まあ、一番最後になりますけどね、一番最後に
この顔のところね、顔のところにこれ鼻をね、鼻の穴を開けてやります。そしてこの辺にね、こうひげを出ますかね、こんな感じでひげをね、ここにこうピューッとこうひげを描いておいてやるといいと思います。感じですね。はい、最後にここのところにですね、例えば数字を入れておくとかね、2019とかこんな感じでね、こんな風にね入れるのも面白いですよね。どうでしょうか、2019年のこいのぼりできました。まあこれ大小作っておくと飾りとしては面白いかもしれないですよね。まあ2つ同じものをこう並べていたいと思うでしょうし、こんな風に出来上がっていきました。はい、今日はね、こいのぼり作り方をご紹介しました。まあ、あとは釉薬をかけて、ね、うまく仕上げてやっていただければと思います。はい、ということで今日はね、こいのぼりの作り方をご紹介しました。いかがでしょうかね。まあ、なかなか可愛くできましたよ、ね、こんな感じで、もうちょっとこう尻尾を上げると金のシャチホコみたいにね、金のシャチホコだとこういう風に両側に、ね、なるんですけど、まあ、これでも面白いですよね。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからもまあこんな陶芸チャンネルもね、充実させていきたいと思いますので、興味のある方はね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。まあ、うちの教室でね、ご紹介している作品なんかをどんどんご紹介していきたいなと思ってますので、まあ、参考にしていただけると幸いです。はい、ということで、今後ともよろしくお願いします。重工房フラッシュでした。ひがさん、さよなら。かわいいよね、これ。インカがポイントかもね。インカが結構大事。なら最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画がよろしければグッドボタンを、私に質問のある方はどんどんお寄せください。それでは次の動画でお会いしましょう。